マジマジピューズに大変身。お姉ちゃんたち助けてくれてありがとう。またね。へえ、あの人たち困ってる子供を助けるなんてやるじゃない。でもなんだかみんなどこかで見たことあるような感じなんだよね。ねえねえ、私たちこれでまたマジマジピューズに一歩近づいたって感じだね。そうですね。でもやっぱり服が制服なのは残念すぎるよね。誰か私たちにマジマジピューズの衣装を作ってくれないかな。ほんとほんと、なるほどね。その願い私が叶えてあげる。ほらほら行くよ。どこに着きました。さあ入って入って。なにここ。ツインテールの子以外の3人はここに座って。あなたはここに座ってね。あなたがなりたいのはきっとももかちゃんだよね。はい、そうだけど衣装が作ってほしいのに。なんで美容院？服だけじゃなくて髪やメイクも近づけてあげるから。私に任せて。まずは綺麗に髪を取って、少し髪の毛を取ったら水で濡らして、変身後のももかちゃんみたいにピンクのメッシュを入れていくよ。反対側にもピンクのメッシュを入れたら、これでどうかな。すっごい、本当にももかちゃんみたい。次のこと変わって。あなたはりんちゃんでお願いします。あ、よいしょ。ではまず変身後のりんちゃんになるんだから、メガネは取っておくね。りんちゃんも少しだけ取って濡らしたら、そこを青色で塗っていくよ。りんちゃんはこんな感じで、あまり目立ちすぎない感じだね。みつきちゃんのあなたはすでに金髪だから、メッシュが目立つようにオレンジ色にしていくね。しおりちゃんの髪はところどころに紫が入ってるんだよね。こんな感じかな。みんなできたら次は服作りだよ。まずは赤い粘土を伸ばして伸ばして細長く切るよ。これをひらひらに折ります。スカート部分にペタッ、足りないところもつけたら、その次はピンクでまた同じように折っていくよ。まだまだ重ねていくよ。お次は白を重ねます。最後は濃いめのピンクで OK。次はスカートの上を作っていくよ。みんなはマジマジピュアーズ知ってる？誰が好きなのかな？私はやっぱりももかちゃん。とっても明るい性格だから、こっちも元気になれるんだよね。っていうかこの柄、描くのめちゃくちゃ難しいんだけど。キラキラシールをつけて、反対も同じことをしたら、スカートの上につけていくよ。スカートが潰れないように気をつけて、次は白い粘土を伸ばして、上の服を作っていくよ。細長く切った白い生地を、全部キラキラにしていきます。それができたら、さっき切った服の下に、すべてのひらひらをつけていくよ。次は薄めのピンクを切って三角で切り抜いたら、さっきの白い服に重ねていらない部分を切るよ。そしてさっきより濃いピンクをつけて服ができたら、着てもらっていらない部分はカットしていくよ。綺麗に切れたら服の柄を絵の具で描いていくよ。そして今度は袖を作っていくよ。マジマジピュアーズの服ってみんな似てるけど、袖やスカートが少しずつ違うんだよね。今度は三角で襟を作ったらつけていくよ。次は少し厚めに伸ばした生地でハートを作って、薄めのピンクでハートの中の柄を作っていくね。細かいから難しい。真ん中にキラキラストーンを乗せたら、それをくっつけて同じ生地で丸をくり抜いたら、白い線で縁取って魔女カポルテを入れるところを作るよ。それを腰にペタッ、ネックレスもつけて、そして白い生地を四角く切って足に履かせてあげたら、ブーツの紐の部分をピンクの絵の具で描いていくよ。カチューシャも忘れずにね。お腹に金のストーンをつけたら、あとはキラッキラにしていくよ。細かいところが多くて少し塗りにくいけど、頑張って可愛くするぞ。おっと大変、アームカバーを作り忘れてた。もう私こういうところあるから気をつけないとな。ピンクのラインも入れてストーンもつけたら完成。次はメイクをしていくよ。ももかちゃんは変身後ピンクのアイシャドウをつけてるよね。そして目尻にこのピンクのストーンをつけて、ほんのりチークもつけて、できました。これってマジで
次はりんちゃん。りんちゃんは青い生地を伸ばして大きめに切っていくよ。そして白を細長く切ったらストローを使ってレースにしていくよ。青い生地の上に乗せてこれをキラキラに折っていきます。これはスカートになるから着てもらって、次は小さい三角を作ってそれに合わせて水色のラインをつけていくよ。今度は大きい三角を作って同じようにラインをつけるよ。そしてももかちゃんの時と同じように絵の具を使って柄を描いていくよ。ストーンをつけて反対も作ったら、これを腰につけて上の服はももかちゃんと同じ形で色違いを作っていくよ。それを着てもらったらいらないところは切って柄を描いていくよ。キラキラに折って袖をつけるよ。りんちゃんはクールで物静かなタイプだから青がとっても似合うよね。成績優秀っていうのも羨ましい。私や妹のりんもそんなタイプじゃないから、りんちゃんみたいな子って憧れちゃうんだよね。ハートをつけたらドーンもつけて、作り方は同じで魔女カポルテを入れるケースを作ったよ。白い生地をひらひらに折って水色のラインをつけたらアームカバーの完成だよ。カチューシャもつけてブーツも履いたら服ができた。次はメイクをしていくよ。りんちゃんは青色のアイシャドウを結構濃く塗るんだよね。チークもしっかり塗ったら仕上げに服にキラキララメを塗っていくよ。白い生地のところにはほんのり水色のラメを塗っていくんだ。そして真ん中に金色のラインも描いて可愛くできたよ。これはミステリー並みの可愛さ。次はみつきちゃん。みつきちゃんの服は他のみんなと違って一人だけズボンなんだよね。運動神経抜群のみつきちゃんにはズボンの方が動きやすくていいのかもしれないよね。このスカートやズボンの上になるところは一人一人がそれぞれ形が違うって気づいてたかな。書いてある柄は同じなんだよね。そして黄色の生地で小さいキラキラと大きいキラキラを2枚ずつ作ったら、さっき作ったものの下につけていくよ。これをズボンの上に着てもらいます。上の服はまた色違いで、みつきちゃんは黄色とオレンジで作っていくよ。これが綺麗に着れたらまた柄を描いて白と黄色で作ったキラキラを肩につけていくよ。みつきちゃんの袖の形もかわいい。ハートは白で作って黄色で小さな丸をたくさん作るよ。それをお花みたいになるように作ったら出来きます。魔女カポルテのケースはオレンジと白で作ったよ。アームカバーの形はみんなお揃いなのかな。もし間違ってたらごめんなさい。ブーツはみんなお揃いなんだよね。みつきちゃんのカチューシャにはお花をつけてダメダメにしていくよ。白い生地の上は黄色のラメを使ってほんのり黄色くしていくよ。細かいところも丁寧に塗っていくからね。おっと、大事なストーンをつけ忘れてた。金のラインも描いて最後はメイクをしていくよ。みつきちゃんは黄色とオレンジのアイシャドウなんだけど見えにくいな。チークもしっかり塗ったらかわいい。うん、ハッピー、たまる。最後はしおりちゃん。しおりちゃんのスカートはたくさんの色を使うんだよね。白は細いものと太いものの2つ作っておくよ。まずは太い方を紫の上につけて、次は明るい紫だけど付け方がポイントだよ。細い白もつけて最後はまた紫。しおりちゃんはスカートの上の部分が少し複雑な形をしてるね。なんだろうこの形。しおりちゃんはファッションが大好きなおしゃれさんなんだよね。髪型もとっても可愛くて、私もあの髪型真似してみたいんだよね。マジマジョクラーズってまだ仲間が増えたりするのかな。もし入るなら次はどんな子なんだろう。楽しみだな。腕を下ろせるようにカットしたら、首も苦しそうだから少し切っておくね。服の柄も絵の具で描いて、次は袖を作っていくよ。しおりちゃんの袖はシンプルな形なんだね。襟もつけて、しおりちゃんのハートには白い線で端を作っていくよ。これ意外と難しい。そうか、ストーンもつけて紫のコーデって大人っぽくて可愛いね。アームカバーも忘れないようにつけて、紫のラインにストーンをペタ。ブーツはもちろん紫色のブーツにするよ。みんなは何色が好きかな。し
仕上げのラメは紫を白い生地のところに塗っていくよ。ちゃんと綺麗に塗れるかな。濃い紫のラメを塗ったら金のラメでラインを描いて最後はメイクだよ。ポケッ、紫のアイシャドウを塗ってるのにあんまり見えないな。ストーンをつけたらチークも可愛く塗って最高の出来だ。とってもおしゃれだ。本当にめちゃくちゃ可愛いよ。これで私たちも本物のマジマジョピアーズですね。マジマジョピアーズの衣装に可愛く変身できたねって思ってくれたら評価をぜひ。ここでみんなに質問だよ。みんなはナモカ、リン、ミツキ、シオニ、この4人の中で誰が一番可愛いと思った？可愛いと思った子をコメント欄で教えてね。チャンネル登録もお願いします。